最近では面白い話だよ、ね、安倍さんのうちからね、朝鮮ダンス李朝鑑ダンスか会の李朝鑑ってね、出てきたと写真撮られちゃう、うん、やっぱりこいつは臭いと、うん、これもね、本当のことは分かんないね。李朝の最後、李銀っていうお子さんがいたでしょ、はい、最後に李銀って言うんですよ。その人に、これ奥さんは日本人ですよ、うん、僕子供がいたんだけど、それが秦って言うんですよ。だから李秦ですよね、その皇族ですよ、朝鮮の日本の皇族、李銀、そのせがれが李秦って言うんですよ。でそれがね、死んだことになったんですよ。ところが変なことで、それが安倍さんです。安倍さんってのは安倍博士官っていうところに養子に行ったことになってるんですよ。でも全然狭い人、あの二人は背が小さいし、安倍さんがこんな大きいですよね。だからとてもじゃないけど違うんですよ。その養子に入った。で、あの岸さんの娘をもらったのが安倍晋太郎さんですよ。李王家の血が入ってるんですよ。だからね、横田めぐみさんと親戚だなんて安倍のこと言って、安倍さんの内情を言うと日本が嫌いなんです。で日本が嫌いじゃないんです、もっと正確に言うと日本人が嫌いなんです。頭の中は朝鮮人です。でお父さんの安倍晋太郎さんが、ね、いつも俺は朝鮮人だって言ってたらしい。それを手伝いさんが聞いて文春に出しちゃって、俺は朝鮮人だって言ってね、死んでみたら棺桶がこんなでかいと、やっぱり女中さんこれ本当に朝鮮人だと思ったって話なんですよね。だから安倍晋三の頭の中は朝鮮人なんです。それで奥さんも朝鮮人です。森永製菓は朝鮮ですからね、朝鮮の流れなんです。そして子供はいないんだよね。彼らの頭の中っていうのはみんな間違えてんだけど、彼らは日本人だと思ってるんです。朝鮮人なんですよ。だけど彼らは日本人だと思ってるんです。日本で生まれて日本で育って、ここは祖国であると、生まれた国は日本であると、したがって自分は日本人であると思ってるんです。でも血の流れを見ると朝鮮人だと。そうすると結論は一つなんです。この国は俺たちの国であると、朝鮮人の日本だと、こういう意識なんですよ。朝鮮人が日本を支配してるから、で本国なんか関係ないんですよ。韓国になんとかってのが全然、もう彼らここは日本で俺たちの国だと思って、俺たちは日本人なんだよと思って。昔からいる日本人は何だって言うと邪魔なんです。昔からいる日本人のことを現日本人と言ってるんですよ。彼らは六本木やなんかでそういう話をね、いつもしてるらしい。現日本人が、バカ者がと、日本人と俺たちのことを言うんだって。人材信用銀行南部だとかさ、あんなにパソナの社長とかね、日本名を使って、もう完全な新タイプのニュー日本人だと思って差別してるわけですよ。その構造が分かんないと、なんだ悪だとそうなんだ。